下他是咋一脚どうしたよ、なんかちょっとハロー、みさきょこチャンネルです。みさきょこチャンネルはママと子供の一歩を応援しています。今日はクリスマス会イエーイ。クリスマスのおすすめの絵本といえばじゃーん、何ですか？クリス、ん？100個目のクリスマスケーキ。どうしてお気に入りですか？もうなんかちっちゃくていいんだよね。持ち運びやすいし。これずっとお気に入りだよね。うん。じゃーん。これなんか。もう一つは何ですか？もう一つは三角サンタ。三角サンタいいね。今日は三角サンタにちなんで、ちょっと三角のものをちょっと入ってみたいと思います。思います。じゃあ作るよ。いいね。はい、三角のものお願いします。はい。じゃん。三角が三つも。三つ。これなんだ？おや、なんかついてるね。丸は1、2、3。お？あ、いい。お、6、7。何個だったかな？数えてみよう。お、そんなんでお、いいね。3、そんなんできるの。欲しい。5、6、7。おー、すごい。あ、じゃあ三角丸出てきたから四角で下のところできるかな。はい、ほんと茶色灰色で、じゃじゃーん。四角。こうすると、ね、こんな風なので、ちょっと塗り塗りしています。だけど全然上手になった。できたね。三角が3つと丸が7個と四角が1個でクリスマスツリーができました。わー、パチパチパチ。何を描こうかな。塗り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 。あ、靴下。靴下の中に三角2つ丸1個。これ何？なんか靴下の中になんか入ってるふうに表し方だったけど、これじゃあ靴下の上に飴が乗っているタイプ。キャンディーでした。三角書いて丸書いて、三角書けば出来上がり。ああ、ごめん。キャンディーができました。今日は三角でクリスマスツリーとキャンディーを作ったね、はい。じゃあ、お絵描きタイムは一旦おしまい。ちょっと工作をしてみるよ。してみよう。工作タイムに移りたいと思います。見ます。用意するもの。モールだ。今日はクリスマスのリースを作るので。あと、カバンも作るよ。カバンも作りたい。時間があればカバンも作るぞ。リースを作るので。うん。何色でもいいんだけど、4本だね。はい。緑？あ、いや。
確かに。クリスマスツリーといえばね、緑だね。よくよく。ペン。ペンを使っていきます。はい。では、まず。ストローでもいいや。うん。これにぐるぐるやってみましょう。あれ、どうやるんだっけ？ここに対して、ぐるぐる。ぐるぐる。はい、みさちゃんもぐるぐるやってみてね。ぐるぐるぐる。この前の動画はぐるぐるの動画だったので、参考にして、お、ぐるぐるできた。はい、はい、もう一個ぐるぐるして。はい。なんかちょっと、ちょっと伸ばしたりも。ちょっと細い方がいいよ、好きなら。できた。はい、ぐるぐる4つできました。そしたら通すよ。これの中に通してください。あ、どうしたの？あ、飛ばしちゃった。この中に通します。お、なんか気持ちいい。指通すってすごくちょっと難しいかもだけど、一緒にやってみましょう。はい、通して。よいしょ、通すぞ。よいしょ、どうしたよ。なんかちょっとぐちゃぐちゃになっちゃったよ。もう一個通してください。はい、これはこっちからどうぞ。大丈夫だよ、今度次から大丈夫。はい、通したらこの端っこと端っこをぐるっとつないで、ネジネジネジ、いいじゃないか。意外とできてる。ポリポンみたいなの作って、この中入れてもいい。なんか違う。なんか違う。ちょっとここでネジっとしよう。ネジネジ。あ、できてるじゃん。上持ってあげてみやすい。イエーイ、作ってみてね。もう一個はね、紙コップバージョン。おやつを入れたりキャンディーを入れたりする紙コップのカバンを作りたいと思います。お菓子を入れるよ。じゃあママはここのところ、こうやってちょっとこう潰して、ここの口のところを沿って切ります。ちなみにこの部分は使えるよ。そう、この部分使う。よいしょ。あ、ちょっと溶いちゃった。切りました。そしたらここをよいしょ、ちょっと折りたたむ。カエルの口みたいな。こんな感じで、こんな感じみたいにします。輪っかの部分とここのアイロンから半分上げる。はい、そうすると簡単なこういったカバンになります。で、この中にこういったクリスマスのお菓子みたいな中にこう入れてあげましょう。ちょっと大きいのだと入んない。キャンディーみたいなやつだといいかなって。で、じゃあ、あ、できた。ネジネジしたやつね。持ち手の上半分の部分ですね。上半分の部分をネジネジネジ。飾ります。飾ります。そして、ここのパックのところに挟んで、はい、クリスマスバッグの完成。完成。今日はクリスマス会でした。バイバイ。良いクリスマスを。バイバイ、ね、メリークリスマス。メリークリスマス。なんか見せたかった。見えなくね。クリスマス、ミサの鏡。いや、これ貼っても可愛いけどね。ね、こういうのこれ貼ったら、ね、貼るのも可愛いかもしれませんね。